力入れて。ういじゃあ名前のあれ、名前気合入ってるから。うい、行くぞ。俺のこと好き？愛してる、愛してる、今でもする、君を抱きしめたい。ライブめっちゃすぐでしたね。あっという間でしたね。もうステージ上にお客様いますので、いつでもです。
まあ終わってね、ちょうど終わった直後ですよ今、はい、どうでしたか、うん、ちょうどここで特典会やりましたね、うん、そうですね、やりましたね、やりましたね、すんごい多くの方が来てくださって、うん、もうピース、握手、もうみんなの温かみが実感できた場です、うん、そして何より、うん、もうね、みんなね、情熱に染まってたよ。いや、本当に楽しかったね。いや、そうだね、本当にライブ中にも行ったんだけど、うん、みんなと会ったの、今年だからね。そう、その年にワンマンができるとは思ってなかったから、ね、うん、本当にベイベイのみんなのおかげだよね、うん、本当に感謝してます。感謝感謝です。まあ、本当にファンの人がなんかあれだけ思ってくれてたんだなっていうのがまず嬉しかった、すごく。そうだ、まあ、僕たちの知らないところでこういうこと思ってくれてるんだとか、まあ、こういう風に考えてくれてたんだとか、僕たちに興味持ってくれたっていうのが嬉しいですね。まあ、唯一反省点、MC 中にテッタをもうちょっといいとこ出せなかった。ああ、そうですね。それはもう、それはごめんね。俺とレイの、そう、その努力です。ごめん、ね。って言われるのはちょっとなんか、ね、なんか複雑なんだよ。エビッシュとしてどんな年にしたいですか。そうだね。あのね、2016年の経験も一応、うん、踏まえた上だけど、一、うん、回リセットして、うん、また新たな一歩踏み出して、うん、この今ミルキーウェイという場所でやったけど、うん、さらに大きなステージっていうので、うん、まあ、積み重ねて、うん、いろいろな面で高めていく年だなと思って、うん、でもリセットする必要ないよね。いや、そうですね。だってリセットしたら一回も全部、ね、何も残んなくなっちゃって、全部パーですよ。まったらになるからね、何か、ね、やっぱり終わんなそうだから、長い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 、ちょっと黙ってて、はい、ってことでね、はい、2017年は僕たちがもっとみんなさんの前に出て、はい、うん、いいパフォーマンスを届けて恩返しできるような年にしたいです。そうですね、頑張ります。はい、あっ、キスキスキス、満足したかな。ありがとう、ありがとうございました。